フェラーリ553回位置は、スクーデリアフェラーリが1954年の F1、世界選手権で使用したフォーミュラワンカーである。通称スクアーロ。1955年には、改良型のフェラーリ555回位置通称、スーパースクアーロを使用した。F1 世界選手権は、F2 規定で2年間行われた後、1954年から、 エンジン排気量を 2500cc として仕切り直し、された。フェラーリは500回2で成功した直列4気筒エンジン路線を継続し、発展型の625回1と553回1を開発した。553回1の新設計シャーシは燃料タンクを両サイドに配置しており、丸みを帯びたボディ形状からサメというニックネームが付けられた。 553は、まず1953年最終戦イタリア GP に553回2として先行投入された。社名の553は、500回2の1953年バージョンを意味する。1954年は 2500cc の F1 マシンとなって登場したが、出走7回中5回リタイアし、目星成績は、 最終戦スペイン GP でのマイク・ホーソーンの優勝のみだった。シーズン後半には625回1のシャーシに553回1のエンジンを乗せたもの、625回1のエンジンブロックに553回1のエンジンヘッドを組み合わせたもの、スポーツカー用735エンジンのクランクケースを使用したものも登場した。 1955年には操縦性を改善した555回1を投入したが、前年と同様に、メルセデスベンツ W196 の後陣を廃した。シーズン中に撤退したランチアからランチア D50 を譲り受けたため4気筒エンジン路線はこの年限りで廃止され、設計者のアウレリオランプレディはフェラーリを去った。数値は555回1のもの。林信無 ジーロ監修、F1 前市第9週1950から1955、F1 世界 GP の夜明け、メルセデス無配信は、三 a 書房、2000年、106ページ。フェラーリドットコムオールモデルズ555回1。ありがとうございます。